プラナカン博物館はプラナカン文化に特化したシンガポールの博物館。アジア文明博物館の姉妹博物館であり、かつての海峡植民地であったシンガポール、マラッカ、ペナン、及び東南アジアのその他のプラナカンコミュニティにおけるプラナカン文化を調査する世界初の博物館である。アルメニアン通りの旧道南学校の建物を使用し、 アジア文明博物館の芸術品コレクションのための拡張ウィングとして用いられていた。2006年1月1日、当時悪夢一として知られていた博物館はアルメニアン通りのウィングの大規模な改修のため閉鎖された。閉鎖の際に博物館の運営陣は、旧道南学校のスペースの新しいショーケースについて、子供博物館や中国陶器博物館よりも、 プラナカン文化をテーマとすることを選択した。このことにより、プラナカンの芸術作品や陶器を収集する、特徴的で包括的な、年間11万2000人の来場客を集める、博物館となった。また、この改修によって展示スペースが25%、拡大し、プラナカンの家庭や、生活の多様な側面を異なる文脈から展示する、ことが可能となった。さらに、 建物に隣接する四軒のショップハウスをプラナカンをテーマとする食堂や店舗とする計画も含まれている。プラナカンの生活をテーマとする銃の常設ギャラリーを持つ道博物館は二千八年四月二十五日に正式に開館した。道博物館の中心的な展示物はプラナカンのウェディングベッドで、これはかつてペナント出身のクアホンチアムプ人が所持していたもので、 ある。各界にギャラリーが配置されている。旧道南学校のプラナカン博物館、ギャラリー1は起源と題し、シンガポール、マラッカ、ペナン、その他の東南アジアのプラナカンコミュニティとプラナカン文化を紹介している。隣の展示室では、12日間続く伝統的なプラナカンの結婚式の物語を知ることができる。ここでは、 ラップチャイやチューザウのような重要な儀礼が展示されている。2階では結婚式の寝室や室内における婚礼の行列が開設されている。ギャラリー6、ノニャではノニャである彼女たちの服に施されているようなビーズ在庫の芸術作品や手芸品及びその文化的価値をプラナカーンの子供たちに伝承する彼女たちの役割が展示されている。ギャラリー7、宗教は プラナカンの信仰を展示している。ギャラリー8、公共生活は、シンガポール市における著名なプラナカンの商売、政治、社会関係を描写している。ギャラリー9、食と共演は、ノニアの時期の食器セットが展示されている。ギャラリー10、対話では、視覚的な展示によって、近代のプラナカンが自らを帰り見るとともに、過去の遺産と文化の将来について、 どのように感じているのかを結論づけている。また、特別展示ギャラリーでは、その時の特定のテーマに基づいて展示物が変化している。ありがとうございます。